さあ続いてかやさん、はい、テーマの発表お願いいたします。先ほどのコメツイッターのコメントで、はい、リアル猫バスだなっていうのがね、猫バスだな見ましたね、はい、寛容性。今年8月青森県黒石市で行われた写真コンテストで、いじめを苦に自殺したとみられる女子中学生を撮影した作品に対する市長賞の受賞が取り消された事件で、県でおととい黒石市の市長が取り消しを撤回、改めて賞を贈ると発表しました。かやさんはどうご覧になったんですか。ちょっとまだ詳しく、ね、まだご存じない方もいらっしゃると思うので、はい、事の経緯をちょっと振り返ってみますと、彼女の写真ですよね、はい、10月11日に、ま、観光協会の方でもう最高賞になりましたと決まったんですね、うん、でそれを撮影した方と遺族、この時点では遺族ってことを多分知らなかったと思うんですけれどもね、うん、っていうことを、ま、伝えたところ、でいいですよというふうにご遺族の方も快諾されて、うん、ただ13日になると、写真の人物が自殺をされたリマさんだと分かって、中でどんな協議が行われたのか分からないんですけれども取り消しになったと。でその市長さんは祭りを知ってもらうという賞の趣旨に、まあ、馴染まないっていうコメントをしたんですよね。でこのあとですね、大きな展開があって、ご遺族の方が、まあ、娘の笑顔を世間に知ってもらって、いじめをみんなで考えるきっかけにしてほしいというようなコメントを出されて、氏名とお写真を公表したところ、まあ、ネットとか電話で市に抗議が殺到したっていうことですね、はい、でその後その抗議なども受けて内定取り消しを19日に謝罪して、改めて、まあ、賞を受賞しますよというふうに、まあ、なったわけですけれども、まあ、この時のコメントとして、市長さんはまあ生徒に配慮したというちょっとぼやかした表現を使っているんですけど、まあ、自殺をした、してしまったこともあってと。でも最初はこの写真公開することにご遺族の方は快諾をされてたわけですよ ね、うん、なのでその配慮っていうのが一体どのような配慮だったのかっていうことを、必要なものなのかどうかっていうのは、ご遺族の方はちょっとコメントで違和感を覚えたっていうことを発表されてます。で、ね、ちょっと私はこの件ですごくお伝えしたいのは、うん、今の社会がですね、例えば自殺っていう問題は非常に大きな問題ですけれども、それに関してもう触れたくないとかね、バレたくないとか、今回の市長さんの判断もそうだと思いますけど、自殺があったっていうことでお祭りのイメージがネガティブになるって多分判断だと思うんですけれど もうバレたくないとかですね、うん、もうとにかく自殺ってものを隠そう隠そうという、まあ、いじめの ね、 そうですねによる自殺、うん、学校が抱えるその問題っていうのはまさにこの社会から、はい、そうなんですよ、遠ざけて隠す、そういうこと、そういう社会がかえって寛容性というその人を受け入れる度量の広さを失ってるんじゃないかなと思うんですよね。もう自殺そのものより、うん、要はその責任問題としてあまり追及されたくないっていうような逃げの姿勢も見えますよね、これまで情報公開されなかったりとか、自殺ってものがあると、まあ、いじめ自殺を隠したがる学校側とかっていうのも問題になってますけれども、まあ、とにかくこうそういうことをタブーにしたいっていう社会は、うん、おそらくですけれどもすごく生きづらさを抱えている若者にとっては、うん、もう難しい、息苦しさが余計増すっていう考えもあるんですよ、まあ、でも、うん、とは言っても自殺は一番自分の人権を貶める行為だから、難しいやっちゃダメよと、ね、生きてっていうのが一番大前提でしょ。そうですね、ただ、うん、私この前自殺支援、自殺支援じゃないですね、自殺防止支援の若者たちのお話を聞いたんですけれども、うんうん、はい、その中ですごく印象的だったのが、自殺を本当にしたいと思っている人たちとかって結構もう生きることが素晴らしいってあまり思えてない状態というか、まあ、そうですね、でそういう人たちにこう自殺なんて絶対ダメですよとかって言っちゃうと、かえってあ私は死を考えてるだけでダメな人間なんだと思ってしまうっていう側面もあるみたいなんですね。さらに追い込んでしまう、そうなんです、センシティブな問題 でちょっとあえて最後にお伝えしたいのが、もう自殺を、ね、ちょっとタブーにしすぎるのもいかがなものかと思うんですよ。ちょっと表現はいろいろちょっと誤解されちゃうと怖い部分はあるんですけれども、うん、決して推進したりとか認めるものじゃないよと、ただ自殺をしろって言うんじゃないですよ、うん、でもその自殺っていうものにも臭いものには蓋をしろみたいな対応ばかりしていると、うん、かえってそのちょっと今辛いんだよねとかそういうことも言いづらくなるようなそう部分ありますよね。事前に防ぐためにどんなアプローチができるのかっていうね。そうなんですよ、自殺者を例えば今自殺対策基本法が今年の4月から新しくなりましたけれども、はい、そこでまあ数値目標っていうのはあるんですよね、うんうん、ただそれと同時に支援の重要性っていうのもちょっと盛り込まれて、数値目標だけだと
とにかく行きなさいと、もう無理をしてでも、まあ、電通じゃないですけれども、まあ、無理をしてでも行きなさいってなると余計に追い詰められてしまう人たちがいるので、うんうん、具体的な策を考える方向に行こうと。まあ、確かに日本の自殺率っていうのは幸いにして今減少傾向にはある、ね、だからもっともっとそこにこうドライブをかけていって、で例えば駅のホームに全部帽子のドアをつければ、うんうん、人々の生きづらさが解決するかっていうとそうじゃないだろうということなんですよね。なんかもうちょっとその開かれた議論にしていかに支えてあげられるかっていう話にしないと、うんうん、こうやって蓋をしているだけでは自殺問題は解決できないと思うんですよね。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんからもツイッターいろいろ、森田さん今の話どんな印象を受けられました？やっぱり自殺に至る経緯って、まあ、個々違うと思うんですけども、うん、できる限りなぜ自殺に至ったのかっていうのを検証することが、ね、やっぱり予防策を講じる一つの手立てだと思いますね。うん、そうですよね。それだけに、まあ、そういったこう行政側とかはね情報をしっかりとこういい形で開示してほしい ね。ここに隠すばっかりはちょっと問題だったかな、うん、と思うんですよね。ありがとうございます。さあ続いて森田さん。